L175S ムーブ。まずね、ウィンドスイッチ外していきます。で、ウィンドスイッチはね、内張り外すのにね、さっき外さなダメなので、まあ内張り外す人はね、ウィンドスイッチの動画も見てください。まずね、ウィンドスイッチ、このプラスですね、プラスでね、ムーブのね、ウィンドスイッチね、まずここをね、後ろ側をね、ちょんとポンと浮かしてもらったらね、浮きます。であとはね、ちょっとこっち側にね、浮いてしまえばね、こっち側に引っ張った方が簡単になります。でウィンドスイッチのカプラー抜きます。こんな感じで抜きます。あとはね、これ今右後ろですがね、ほとんど一緒ですね。ちょっとね、爪でいった方が早いですね。ちょっと浮き上がらして、こっち側に。後ろはね、前まで行って引っ張ったら簡単に外れます。全部行きます。左前、まあ、後ろがいいですね。後ろからちょっと浮かしてもらって、前側はね、後ろさえ受けばバリッと。てもらってからこっちですね。後ろはね、やっぱり前側がやっぱり硬いですね。こいつですね、硬い。こいつが硬いですね。ちょっと白っぽくなってます。カプラーはね、柔らかいです。ウィンドスイッチね、外すとこの
プラスが2本見えてきます。こいつとこいつを外したら内張りが外れます。商品確認ね、硬かったところやっぱりここですね。こことここが硬いですね。まあ、割れはないですけどね、ちょっと変形してます。前側はね結構まあ簡単に外れます。柔らかいですね。今回はねウィンドスイッチ4箇所外していきました。これからねちょこちょここのムーブのね動画出していきますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。